保有、結成10年目にして初のメガ v 大丈夫さ本日と金保有結成10年目にして初となるミュージックビデオが本日9月20日21時からプレミアム配信となる LINE。L4E 間番組「ほユたちやちゃいなよ。ルルルル」にてフル尺解禁される。ミュージックビデオは「ほユたちやっちゃいなよ。ルルルル」での企画をきっかけに制作。完全オリジナルとなる新曲のタイトルは大丈夫さに決定し、 ミュージックビデオは LINEL4E 配信終了後22時頃にジアニズ事務所オフィシャル YUTUBE チャンネルに公開9月23日からスタートする10周年記念単独ソロコンサート n o 4 u n o l 4 2 t n 末にて20日賞披露されるミュージックビデオにはメンバー4人が企画から携わっており保有の舞台の演出もした小林健作が監督を務め 一緒に舞台に立った奈良の木和成が振付をするなど、これまでニホユと関わりのあるクリエイターやスタッフ陣によって制作された。なお、メンバーもまだ完成したミュージックビデオを見ておらず、今回の配信はホユがファンと一緒にリアルタイムでミュージックビデオを初鑑賞する MV 初お披露目配信となる。鑑賞後は、10年の集大成となるミュージックビデオ公開を迎えたメンバーたちの感想や、 制作の裏話、撮影のエピソードなどが語られる。また、LINE、L4E for you t ち u c h y ルルルでは、9月21日に一部演出が異なる LINE、L4E オリジナルの大丈夫さミュージックビデオを、9月22日にメイキング映像を配信する。